ナサニエル・ウォーリッチナサニエル・ウォーリッチはデンマーク生まれでイギリス東インド会社にためにインドで働いた外科医植物学者である多くの植物をヨーロッパにもたらしたコペンハーゲンでデンマーク名ナータン・ベムルフとして生まれた父親はドイツ系の商人であるデンマーク王立外科医アカデミーで資格を得てインドのベンガルのセランポールのデンマーク人入植地に 医師に任命された。1807年4月にインドに出発し、11月にセランポールに到着した。ナポレオン戦争による国際情勢は、デンマークの植民地をイギリスが占領することになり、セランポールのデンマーク植民地フレデリックスナゴアも占拠され、ウォーリッチは捕虜となった。1809年に学識が認められて仮釈、離された。 1813年までに、インドの植物や植生に強い関心を持ち、ネパール、西ヒンドスタン、ビルマの探検を行った。1814年から、イギリス東インド会社の軍医助手となった。1814年2月に、アジア協会の理事会に、博物館の設立を提案する手紙を書き、自らのコレクションを協会に寄付し、協会のために働くことを申し出た。 教会は申し出を受け入れ、博物館を設立し、ウォーリッチを名誉学芸員に任命し、その後、アジア協会の東洋博物館の監督官になった。博物館は、ウォーリッチの指導や、収集家たちの協力で充実したものになった。協力した、収集家の多くは、ヨーロッパ人であったが、インド人のバブー・ラムコマルセンもいて、ラムコマルセンは後に、 アジア協会のインド人事務局長となった。ウォーリッチは博物館に多くの植物標本を寄付した。コルカタの東インド会社の植物園の監督にも任命され、1817年から1846年に引退するまで植物園の常任職員として植物園で働いた。1837年から1838年の間は、 カルカッタイ学学校の植物学の教授も務めた。2万種を超えるウォーリッチカタログと呼ばれる目録を作成した。自ら収集したものや、同時代のロクスバーやゴメス、グリフィス、ワイトといった収集家が集めた標本が記載された。ウォーリッチの個人コレクションは、旧植物園にウォーリッチコレクションとして保管されている。ジョゼフ・バンクスに送った標本もまた、 旧植物園に保存されている。多くの標本の収集の他に、コルカタでヒマラヤなどに向かう多くのプラントハンターを支援したことも植物学への貢献として評価されている。著書に、テンタメンフローアネパリーヌシスエレストレイト、プラントエイジティスレライアスがある。プラントエイジティッキーレライアスは、軽かった植物園が雇った画家を使った図版が付けられた。ゴーラッケンド、 ビシュヌ・パーソドが大部分の図版を描き、ランジャイアンや、ジョン・クラーク、ウィリアム・グリフィスらもいくつかの図版を描いた。250冊が制作され、40冊は東、インド会社が購入した。引退後は、ロンドンで暮らし、ロンドンで没した。1818 18年を王立協会フェロー選出。椿家の種子回りしなどに、懸命されている。ウォールは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ナサニエルウォーリッチを示すのに使われる。トゥ・カンドル、幸い植物の起源上、カモギーチ役、岩波書店、1953年、343ページ。ありがとうございます。